積もられるかもしれないよとか操縦しちゃうかもしれないとか、だってパーソーとか勝負してたわけじゃないですか。いやでも緊張感はね展望じゃないんで。朝倉さん、はい、緊張感合ってるな合ってました。はい、いやでもスマッシュがいいですね。はい、そうですね、はい、おなんといって、これはまた本一じゃないですか。あーでもドラガローストだ。あ、ドラガローストー、でも本一見てもね全然いいと思うんで、一応 TP ぐらい打っときます、うん、シャーだ、うん、まあじゃあドラを基本的には使う方向かな。おシャーのポンからシャチャ、結構苦しい系できましたね、うん、まあこれは本一を相当見ると思います。なるほど、はい、松ヶ瀬めちゃくちゃよし、結構いい。ペンチーソン払うかな、いきなり払いそう。とりあえずギャンマンかペンチーソン、うーん、払っていく。滝沢がまたしても役愛の発が統一で手にドラ1、うん、統一がややおほぐした、うん、あほぐしたというかもうすでに選択になってましたね。おお、まあ一旦チーピン、うん、嘘をズバッと引いたらもう赤ワン切ってビーチですけど、ちなみに、はい、例えばイーマンチーして、はい、スーソー、でもイーマンチーしてスーソーはちょっと赤馬も出ちゃうセンス悪いか、あんまり良くないか。いやでもありますよ。ありますか、うん、サブドッキーワンになったりもするんで。何これ、なんか引いた、なんかうわこれは数層です。テンパイはいらない、いらない、いらない、いらない。だってこれバイマンクラスですよ。いや数層打ちたい、数層打とうよ。そう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 、下茶が泣いてるとかもう関係ないですね。しかも滝沢のウーマンウーマンとか、はい、これひょっとしたら6万くるんじゃないみたいな。それちょっとポジティブすぎますけど、いやそれぐらいポジティブでいきましょう。6万、滝沢さんがまず何でも切ってくれそうですからね。ローソー行っちゃう、ローソー行くんじゃないですか。カウソ払い、うん、だってこれ太しのポンの神茶で切ってるんですよ、ドラカンちゃん。もう恐ろしいことですよねえ、はい、これはやばいよ。うわ松ヶ瀬もいいよ、捨て牌もやっぱり目立ってはいるんで大体マンズかなとは思いそうですけど、はい、かなり手応えあるマンズだなって感じしますよね。引いた何万サブロー9万、サブロー9万ペータン決まるね。一通確定ですよ、ペータン機あるよ。いやーサブロッキーマンじゃないですか、ダマテン。サブロッキーマン9番が2枚消えてるんでダマテンしましたね、うん、滝沢さんがマンズ切りそうだし、いやここで太しもこれだって今は全員打っちゃうよ。あこれマンズ切るある、チート1、これマンズ切るあるじゃん、3万あるよ今。ありますね、いや4万からスレスレ助かってる、もうでも終わる。いやこれはね3万出ますよね、重ならない限り。これも滝沢サブロッキーマン完全に乗ってる、うわー打つよ。でも松ヶ瀬が今掴んだら危ない、どうなる、2万すり抜ける。いやこれは相当本重、ね、これウーソー切るかも。あー来た、うわーマジで今重ならないとね、こんな助かり方すんの。いやこれ今の順目で重ならないと宝珠でしたよ。あとローソーは菅原と太志が出る、はい、そうソーズの本一、うん、ちゃうソーズどっちも使わない。いやローソーにヤバ、でもサブロッキューマンワンサか、うーマンスレ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 のスライダー、なんだこれ。いやお金、パーソーも大丈夫だね、ちょっとパーソータッキー考えてますねこれ。エロザマネだ、エロイの来た、エロイの来た、エロイ、これウーマン統一落としですからチートイツには見えない。いやこれはもう何番、あーチーマン、どうします、何切って、何切ってウッパーもあるよ。あでもウッパーマン薄すぎる、いやこれさすがにチーマン通りそう。マンズ余ったよ、え太しも白だね、まだいいシャンテンだけど、いける。松ヶ瀬手が良すぎるって、いやーどうなるこれ、これパーソンも山でしょ、だって山ですね。スーピンサブロッキューマン対パーソンタッキー、何ウッパーマン、ウッパーマンは無理だよ、ウッパーマンは無理、無理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 、絶対無理、絶対無理。イースチーワンかサブロッキーワンのどっちかだったんで、ローソー、これローソー闇天だったら9600上がったかもしれない。出てたねえ、いやこれ滝沢さんの皮おかしいんですけど、ウソローソーってスチソー、スチソーにも見えますよね、はい、はい、おかしいんでパーソー当たるとはねなかなか思えないですよ、ね、思えない思えない思えない、うわーこれすごいよ、いや菅原は絶対上がりたい、何あ一緒なめてやがんな。いやこれイースチーマン結構怖いね、いやでもなんか打つしかな い, いイースワン打ちづらいとこですか、9万、ローマン、ま、9万切ってのイースチーマンフリーテンスからね、うーん
いやローマン打つか。いやダメだ、ローマンだ、打てない。うん、岩を押した。一通スインで、まあ数番打つよりはってことですか。町は変わってませんか。サブロー9番、はい、いや今確かに強いか、ワンチャンスとはいえ、まあ、ちょっと川がね変なんで椅子はあるのかなとは思いますけど、ね、これ E ピン切って9ピンポンするか考えてるってことですね。じゃあですね、6球ピンをポンするか、今どうか、何を打つかどうかでしたね。チートイス4筋に入るのかな、これ。ドラは3枚切れか、ドラトイツはないのか。ドラドラチートはないということですね。はい、はいはい、あんこから切ってるわけではないですね。じゃあドラ短期をやめて何待ちにしたんだってことですよね。めちゃくちゃいい待ちなのかなとか、赤使ってるから打点十分で重ねた、テンパった。6球ピン、6球ピン、これで生きた。アフトシに5枚か、うん、でも6球ピン、それでも3枚ある。いやぶつかりすぎだこれ。いいわ、まだ大丈夫。サブロッキューマンどうなったよ。ちそう行くっきゃないぜ、うん、リーチー。これはしびれてる。これは松ヶ瀬と滝沢がしびれてる。やばいよあのリーチは。アフトシはもうさすがにいいか。でも球走はいくらなんでも遠いそうだな。通りそう。これ当たったら国士とかですもんね。国士も多分ないか。これはやばいよ。これは菅原のリーチがやばい。これペイ4枚切れですからね。あ、じゃあ国士じゃない、はい、じゃあ急走は行くかとりあえず。じゃあ何を打つかどうかで考えてるのか、これポンですよね、はい、この状況になってまでポンして何を押すのかどうかっていうので考えてそうですね、まあ、あとは自分のリアウンピンの上がりやすさとか、うん、まあ、あとはもう本本当に最新の注意を払って急走もやめとくかとか。誰急走、うわー息の胸パーソーやないかー。3200を3300を、滝沢のパーソー短期エロい。エロいね。もう言葉を選ばずに言うならエロいです、はい。はい、街もエロけりゃ積もり方もエロかったっすね今ね。積もり方はちょっと分かんないですけど。あ、そうですか、はい、リーチツボチートイツ3200点オール。いやもうドラ短期をね嫌ったのがみんなね目に見えてますからね。それだけパーソー短期の街が良かったってことですよね、はい、そしてあちょっと今放送画面には映ってないんですけど、はい、悔しすぎる菅原の手が震えてましたよ。一応上がりあったんでね、悔しいですよね、難しい選択でしたけど。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。